今日は、この五個の単語。まずは、いつまでも、いつまでも。いつまでもというのは、これからずーっと、という意味です。ずーっと。いつまでも。はい、これね、副詞です。副詞です。いつまでも。後ろに単語をつけましょう。では例文。いつまでも、一緒にいたい。一緒にいたい。いつまでも、一緒にいたい。 一緒にいたいっていうのは、あの、います、いる。います、いますのますを消して、たい。つまり、一緒にいる、ずっとそういう気持ちです。いたいです。という感じね。あの、食べたいとか、飲みたいとか、同じ文法です。一緒にいたいんです。あなたと一緒にいたい。そういう感じです。いつまでも、これからずっとという意味。はい、次。 ね、いやですね嫌です嫌な人いろいろな意味がありますけれども私はあなたが嫌いとかこれが嫌い嫌いという意味ねはいでは例文嫌だ行きたくない嫌だ行きたくない嫌だ嫌だっていうのは嫌いもう嫌だやりたくないそういう感じ嫌だいや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  で、行きたくない行行ききたたい、行きたくないをあ中国語じゃない日本で、日本語で言うと「行かない」「私は絶対行かない」そういう感じの意味です。OK? はいじゃあ次「嫌がる」「嫌がる」と「嫌」は大体同じ意味です。意味は同じなんですがこれは「嫌」っていうのは「私」「私は嫌です」 という意味で「嫌がる」っていうのはあの人誰かを見たときにああの人は嫌がる嫌がっているという感じの言い方をしますつまりえっと他の人他の人の状態です他の人の状態を 説明する時の言「い方で嫌がらない」「嫌がります」「嫌がる」これは第1位グループですね。はいじゃあ例文あの子は歯医者に行くのを嫌がっているあの子は歯医者に行くのを嫌がっているあの子は歯医者に行くののを嫌がっているあの子は歯医者に行く,歯医者に行くそれをに行くそれを 嫌がっている。いや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 っていう感じになっている。そういう様子、そういう状態という感じですね。で、嫌がっているのは私ですか違う違う違う。他の人。他の人を説明するときです。はい、じゃあ次。以来。以来。これ何副詞ですね。何何以来。何何以来というふうに使います。さあ、じゃあ。 例文で見てみようか旅行で日本に行って以来日本が好きになりました旅行で日本に行って以来日本が好きになりました旅行で日本に行って以来日本が好きになりましたはい、旅行でこのでというのは目的です 目的を表していますねで日本に行って日本に行ってでそれからそれからという意味ね行ってからえー、っとからにしようかな行ってから行ってからその後という感じですね。で日本が好きになりました多分旅行で日本に行く前前は ん日本別に好きじゃないそんなに好きじゃないよでも旅行に行ってからはあ大好きそういう感じ好きになりました、okay? いいですかつまり以来は「何々のあと」という言い方ができますでここポイントなんですけど行ってて形ですね動詞のて形を使いましょうはい次「いろんないろんな」な形容詞ですね いろいろ、いろいろという意味です。いろいろ、いろんなというのは同じ意味。はい、例文。世界には、いろんな人がいます。世界には、いろんな人がいます。世界には、つまり世界の中には。いろんな人、いろいろな人がいます。つまり、背が高い人、低い人、優しい人、怖い人、いろんな人がいます。そういう意味です。オッケーですか。 はい。以上が今日の5個の単語でした。一緒に最後読んでみましょう。いつまでも、いや、嫌がる、以来、いろんな。はい。那あ我お就じゃ最後を復習しよう。えっ、ー、と、いつまでも、就是永遠怎ん、つ後面、接适合的な単で、一緒に痛い、痛い、います、が、ちゃん、痛い、就是想要、つ的意思。 那再来呢？いやだ、いやだ，我不喜欢啊，讨厌，不喜欢，不喜，不要，不要的感觉。那行きたくない，不想去。呃，再来いやがる，いやがる是用在，呃，都用来描述别人、别人的状态。いやがる。所以呢，私はいやがる，我いやがる。哦，没有这样的用法，就是。 用来表示别人的状态哟、哦，所以呢，这边也是阿诺 o 那个人是啊，讨厌去牙科看牙齿的样子，是这个意思。牙がっている。那再来什么什么依赖，就是所谓的以后或是以来。那要记得用て形，动词て形加依赖，那行ってから行ってから去日本以后的意思。 那再来最后一个，いろんな就是各式各样的意思，大概没有问题吗？嗨那以上就是今天的五个单词。